皆さんこんにちは、チェーズボイスレッスン、本日も始まります。本日は体の感覚っていうか、歌を歌ってる時に皆さんが歌を聞こえて出たと思ってる感覚と、体がこう振動で揺れて感じる感覚と2種類あるんですね。なので今日はその体の方の感覚を敏感にやってみたいと思います。レッツスタート。体の感覚をすごく重要視してやってます。それでなんかさ、歌うじゃん。例えばさ、みんなさ、あーって出してみてくれる？せーの、はい。あ、そしたらさ、あーって出したっちゃ、もうあーって出すって知ってるから、あーって出してるんだけどさ、あーって出した時にさ、そのまああーって出すって知ってて、あーって出してるよね。そしたらあーって言ったっていうのは、まあ、耳で聞いてるのも、じゃあちょっと確認として、自分があーって言ったのを耳で聞いてください。あ、そしたらあーって出した入り口と聞こえてくる感覚って、ちょっとタイムラグがあるはずなのね。そのタイムラグを感じてみてくれる？で、あって言った時に、自分、今言ったのだって手を挙げて、聞こえたのだって手を 2回挙げてくれる？これ結構微妙だけど、やったことない人もやってみてください。せー。あー。そうそう、あきちゃんみたいになるはずよ。ちょっとあきちゃんやって、せーの。あ、しし、おいおい。はい。あ、みたいな感じになるはずなのよ。で、みんなそれぞれ違うんだけど、今あって出したところと、それからそれ聞こえたところで、多少曖昧になっても構わないんで、ちょっとやってみて。あ、そうそう、まあ人によってちょっと違うんだけど、そうすると今声をあって出そうと思って、あって出したのと確認した音になるのかな。だからあって出しちゃった時も出してるって知ってるじゃん。ね、こうやってあって出したあって言った時はさ、音が合ってないわけじゃないんだけど、そのまあ、無責任なわけじゃないんだけど、ちょっと最初のこのあの時は、そのあっていう音に対しての責任みたいなものをあんま感じてないと思うのね。この責任感がない感じをちょっと感じてみてくれる？あ、そう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 。で、さ、責任感がないっていう表現が正しいかどうかわかんないけど、まあもちろんあって出した時に合ってるんだけど、後で確認してるんだけど、あって出した時に、まあこれはとんでもないね、すごい音程の全然違う音が鳴っちゃったら、またそれはそれなんだけど、まあ、大体みんなこの辺の音だなと思ってあって出した。でその時のあって出したこの入り口のあたりにさ、意識ないじゃん。でもさ、意識ないって言ったけどさ、出してって言われてて出してるからさ、出してることはやってんじゃん。でしかもさ、この音であって出してって言われたからさ、今このどうでさ、どうであってこうやって手挙げたのよね、出したの。だけどさ、それにもかかわらず出したこと曖昧じゃない？ちょっと言ってることわかる？すごい曖昧なのよ。でこれね、曖昧で全然いいんだけど、全然できてる話なんだけど、でもここのところの曖昧さがなくなると、普段の自分の感じ方がはっきりしてくるのよ。それがちょっと今日は言いたいやつなんだけど、でなったら、まあ例えば言われて何かすると、まあ、考えた上でやるから、思いのまま、ちっちゃな子供がさ、思いのままにあーっていうのとはわけが違うじゃん。なんか一応なんか考えあったじゃん。そうじゃなかったら危ない人になっちゃうもんね。だけど今あってなってって言ったけど、じゃあってやるので、どうしようかな。あって言うけど、なんかシチュエーション考えて、その兄なんでもいいよ。それがあじゃなくても構わないけど、例えばこのタイミングであって言っちゃったってやつじゃなくて、言ってみてくれる？あーっていうやつでもいいし、あっていうのでもいいし、あっていうのでもいいので、ちょっとシチュエーションを考えて一人ずつ言ってみてくれる？皆さんもやってみてもらえますか？あやか、まあそして今音程狂ったんだけど、まあ何のあだったの？思い出した、なんか思い出した。そしたらさ、思い出した、あで今あって言ったら、ちょっとどっと違う音程になったのね。でどっと違う音程、あってさ言った時に、今あって言ったじゃん。そしたらさ、なんかあ、なんか思いついてさ、あって言った時に、今その音程を出すことよりも、その音程を、あ、そのことを言うことが優先したのよ。わかる？でだから、これミュージカルだったらそれだと間違ってるわけ。ここにあーって言わないといけないわけね。間違ってるというか、いくよ。あー、で、まあ、ちょっとキー的にさ、まあ、普通の人よりも少し低いのかもわかんないけど、じゃあこの辺だったら、あ、そ
それでも面白いよね。自分でさ出そうと思って出そうと思ってる音がちょっと低めなんだけど、その低めに合ってないところで出してんじゃん。ちょっともう一回やってみよう。あ、そう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 。今のはしっくりきたはずの場所が。で、それとだから普段喋ってたりとか歌ったりする時の位置感が合ってないと、合ってないのよ。で今度はごめんね、違う、今は何が起こったかっていうと、今は、さっきやったやつをやろうと思ったんだけど、さっきやろうと思ったやつは頭で やったやつを思い出して頭の方がやったの今の。そう、だから頭の方はやんないの、体の方を敏感にしてほしいの。そう だけど今こうやって揺れたやん、こうやって揺れてあってやったんだけど、今は音を合わせる方に主が行って、それでそのさっきあって思い出したように主が行ってないから、集中が自分がそのあって思ったところの方に集中した、頭の方に行っちゃった、体の方に来たよ、でもそれ で思ったことは、何かって話なんだけど、多分100% そこにものがあるとしたら、多分 20% ぐらいのところでやってるわけ、意識が。なぜかというと今体で考えて言ってたから、頭で考えてるやつのパーセンテージを減らしたのよ。で、体のパーセンテージにしてっていうのは、頭の考えのパーセンテージを下げろってことじゃないのよ。あったまま、あったまま、あったまま、だから実際問題は体の方で感じてるパーセンテージが低いので、頭で考えてるよって言われたら、頭のパーセンテージを下げたの、それ。言ってることわかる？頭のパーセンテージを下げたことは、体のパーセンテージが増えたことじゃないってことよ。わかった？せーあ、ちょっと私がうるさかった。いいよ、自分でやって。せーの。で、そしたら、それは少し、これね、今何やってるかっていうね、こうやってこうやって、今ちょっとこの人やってもらってるんだけど、そうそうそう、今のはね、音合ってんの。ただ一番最初に出した時と出たところは、出したところが導入口は高くて少し下に下がったの、下げたでしょ、わかる、ってなったよね、なったよね、もう一回やってみ。そうそうそう、今は下がった位置に先に行こうとして、だけど上から下に下がったの。なんて言ったらいいか分かる、その自分でやろうと思ったことと出てから変わったことを、そうそうそう、ここで今確認したやん。で、それ、ね、何が言いたいかっていうとね、この確認事項をね、みんなに確認してほしいので、そうすると確認するよ。で、なあーって言った時にちょっと、だから自分が普段生活してる時に普通の人より声が低めだから、人が客観的にやってるやつをその低めのところで見てなくて、少し上げた位置で見てるわけよ。ちょっとなんかかずみ合ってて、あきちゃん合ってて、ちょっと違ったけど、その今こう出したのを見ている人の立ち位置が低くないわけ、わかる。で、なぜか頭で見てるから、体で感じてないから、わかる。だから、あーって言われたら、そう、あーって言われたなって、じゃやってってなった時に、自分を高めで評価してるというか、そう、人をね、見る時に、ちょっとイメージとして高いところの評価で人を見てて、自分がやるってなった時に、見てる人がやるになってて、見る人、やる人が見るで、やる人がやるになってないってこと。日本語めちゃくちゃで申し訳ありませんけど、まあ日本語はまあ、髪の毛は生えてますんで、よろしくお願いします。分かる、言ってること。この人を見てるところがちょっと高いんですよね。そう。でも私自身はもっと低いから、そう、この低い人がこの人を見なきゃいけない、ね、そう、で、見る低い人がその人を見て、低い人が声を出すってことよ、ここの人がね、そう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 、どうぞ、そう。で、それしっくりきたでしょ。で、普段からそうしてないでしょ。で、歌うときにこのしっくりしてる感で歌ってるから、合ってない高さで、クロちゃんですってやる人もいるかもしれないけど、そうじゃなくて全身に声が響き渡るような場所を探す。歌を練習するのに一番大事なのは、もちろんその歌が上手な人っていっぱいいると思うし、
なんか素敵になんか歌う、それまああると思うのよ。だけど自分の体の感覚の中で自分がどこにあるかとか、こういうのをすごいしっかりやってもらいたいわけ。そしたら今はだから、あの頭で考えたやつじゃなくて体で思ったやつの方に合わせたでしょ、うん、そしたらせーの、今度はねどうなったと思う、下がっちゃったの、それより。ってことはさっきが上げてた人が下げたわけ、はい、でそこでやってたんだけど、今度は下げていなきゃいけないって頭働いて、それ以上下がっちゃってるわけ。わかる？さっきは上がってる人が下げたので、あーあーみたいな下げました。じゃあ今度は、あそうか、この場所でいいのかと思った場所が低かった。なぜかって場所が低かったんじゃなくて、下げなきゃいけないのだという頭が作用したの。そうです、高いから高いから私に低いよねって、そう下がった方がいいよね、下がったよね、そうってなりました。そう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 、これちょっと重要ポイントだ。ただごっちゃごちゃに皆さんなっちゃうと思うし、人によって違うから、今このさあやに言ったアドバイスが全員に参考になるかどうかは分かんないんだけど、気質とか性格あるから、だからまずあやは結構苦手意識あるのと、声が低いので思ってるよりも高く出さなきゃいけない、もしくはあっていうイメージを出したら音に合わせるじゃなくて、あーって下がってしまった。でそしたら今その下げないでねって言われたら、あの人が見てるの見てる時と自分が出してる時は違った。で出してる時下げるんだと思って下げたら、さっきはあったけど2回もう1回やろうと思ったらまた下げるをやってしまった。わかる？この掛け違いが死ぬほどあるっていうか、ね、あなた誰あなたその今すごいすごいこんなことになってるけどこんな顔になっちゃったけど面白すぎます。まあこの皆さんを見ながら私の話をはぜひと聞いてください。かずみちゃんとか。で今のその分析からいくと、あーっていうところキーが、全然平気な普通の人もいて、でかすごく神経質にやってできてる人もいるし、そうじゃない人もいるんだけど、その時の傾向と対策があるわけよ。さあじゃあリエやってみ。せーの。そう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 、でだけど今は前情報としてあやの情報が入ってしまったので、お腹にピンポイントに行きました。でじゃあそのお腹を感じるときどうやったかっていうと、止めてるのそれ。なぜか止めておくことで変わらないようにっていう石橋叩く入ったから、でしょ、でね、止めてるところで探すの難しいの、揺れてる方が難しくないの。じゃあちょっとこうバウンスしてくれる？それであって言ってくれる？ああそしたらさ、バウンスして下に行った時はさ、バッて下がって上に上がるじゃない。で上がった時にまた下に下げようとするじゃない。そのサイクルを自分で理解してみ。せーの、ああそうそう、そしたら今さっきやったのと違うのは、少し感じる時間を長くしたはずなのね、はい、長くなってるよね、あーって長くなってるね。そしたらその通り一回やってごらん。せーの、あそう、そしたら普段あなたはそんな長さ見てないの、多分一番最初にやった最初のせーのここしか見てないと思う、多分。だからちゃんと確認するとこまで見てほしいわけ。せーの、あそう、じゃそれで繰り返してごらん。せーの、ああああああ、でだけどそうなった時に今理解の時間が短くなってるわけ、それ、最後まで待つ。なぜか最後まで待つと次と重ならないので、早めに切り上げて次のやつに行こうって頭が働いてる、それ頭なの。わかる？だからそのあああってやると短くなってるの、その理解する。でなぜかっていうと、時計の12時と0時が重なるってことを知らないと、12時から1時になるところで一回やり直しになるの。そのだけの尺が小さくなっちゃう、回ってて螺旋と思って、せーの、そうそうそう、そしたら長くなったの。わかる？そしたら今ここでやるときに止めてやるのではなくて、その螺旋のイメージ。だから螺旋ということは1時、0時から1時、0時から0、12時までになるときに重なってる部分でしょ。だから円形とか球体だって、円形だとそこは一点なんだけど、螺旋だったら一点じゃないよね、斜めにすれば、それでやってごらん。せーの、そうで今のはそれでいいんだけど、私は今あだけやってほしかったんだけどまあいいんだけど、それのだからあをやってる。あ だけどそしたら今度は短くなったのよ、なんか短くなってるね。それはだから今集中として、まあ、あって言って長さを変えないで
あーって言ってほしかったんだけど、普段の生活の中でそのサイクルを自分の頭に落として小さいサイズにして理解するって癖がついてるから、サイズ変換するっていう頭になってるの。それ変換しない、はみ出しといてくれ。なんかおはぎを買いました、おはぎが入るタッパーを買ったら、タッパーちっちゃくておはぎはみ出るとしたら、はみ出たままにしておくれっていう ループの。そう、これを切り取ってるみたいな。そう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 、あ、それを一個に、そう、あ、はい、せーの、あ、そう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 、これ私が映らなくて邪魔になるから、ちょっと作業そうそれで、それで、はい、じゃあ次で、なんか分かった、そのサイクルの話。だから今あやちにした話とりえにした話は全然違う話だけど、同じ話で、その人がどういう傾向と対策でそのものを見てるかっていうところにちょっと着目してるわけ。じゃあ、あやぴーは、あ、それは何を考えたかというと、やることを考えたというふうな気持ちで言った後に出す時までにワープしちゃってるわけ、意識が。あっていうところに責任を持つんじゃなくて、よし、あって言っちゃったみたいな感じ。あで今は何の指示信号も何もないじゃなくて、今あって言った時にこの振動のままにあーって言ったことで、あーっていうことを言いますよっていうのをやってほしいわけ。あー、もうか、あー、自分の分析的にはあー、うん、だからそのあーってなったんじゃなくて、それ結果論でしょ。この音であーって言ってほしい。あー、それは今のは高めのところから放っておいたのよ、じゃない。今あーってなっちゃうから、やり方変えてあーってやったじゃん。でそのやり方はなぜどうやって変えたのかって話よ。あのね、別に悪気がないの知ってんだけど、デタラメなのよこれって。最初あーってなっちゃった、だからあーって言ってみた、次はあーって言ってみた、でこれ脈絡ないの、脈絡が欲しいの。最初あーってなっちゃったんだったら、あーってやってくれて、このあーのつじつまのとこまでやると次でたらめにならないんだけど、今やり方をポッとイメージだけで変えてしまうと自分が迷子になるの。あああああ、そしたら今は今度はリエと同じことが言えるんだけど、止めてんの。じゃあ一回ピリエってして、あって言ってくれる。あ、今はあ、さっきと違うのは、止めてここにものを言うっていうのじゃなくって、回っちゃったので止められなかったってやつよ。わかる。だからさっきとやってること違うんだけど、さっきは止めてやったんだけど、これ止められないやつなの。でなったら今回ったやつを入れたいわけ本当は。あ、そして今ここにたどり着いてこうやってあって言ってるところが止まってないだけ。これ無意識なんだけど、ちゃんとここ回ったのを使ってここにあって収めてほしいの。あ、そうで、それやった時はどういうことが起こったかというと、踏んだというか押したというか、ふんってこう止まったわけ。だから動いたのと止まった力っていうのじゃなくて、動きと動きで止まったを見せたわけ。こんなこと考えてないんだけどね。でそれで大事じゃない、大事なのは今やったことの頭の集約と体の集約のサイズが全く違うわけよ。頭がすごく小さいの、なんか考えてることが体だから、この体の寸をこの中に縮小したいだけであって、この縮小系でこっちを理解するということはサイズ合わなくなるのよ。分かるかねってこと。でも回った方がだから自然な長さにはなってるけど、でそれで回らないでいってみ。で一つ言えることは、さっき目閉じてね、こうやってパチパチするときにね、目あっちのこっち向いてたの、今治ってんの。その時こう見たいわけよ、ここをね見たいわけ。そしたらね、あーっていけばいいんだけど、あーみたいな、あーみたいなことになってるのよ。はい、どうぞ。ほら、あ
見てないもん。だから やらなきゃいけないことと見るがちゃんとくっついてないわけ。やらなきゃいけないことと見る。でさっき回ればくっつかざるを得ない。あだって自分で確信して音合ってないじゃん。ちょっと高めだよね。しかもね、眼底も違うんだよね。多分こういう風に見てない。こうしてせあ、そうでしょ、あったでしょでしょ。だからいかにその視覚とこれがくっついて回るかっていうやつよ。はい、じゃあ見ようじゃない。光を放っているんじゃない。そう でそれで今のやつははーっていう音を残しつつあーってこう押さえたんで、はーって押さえたんでね。でそれがいいこととか悪いことじゃなくて、どうやってるかだけ分かってほしいだけだから。で今ほら言われたからそうそう狭めた図になったじゃん。でそれが分かってほしい。なんか悪いことじゃなくて、どうやってるかをちょっと把握したいのね。もうあーぐらいしかやってないけど、これがすごい大事だからね、皆さんもねやってみてくださいね。はい、そうそうそう、今のが一番ニュートラル。これが一発目に出ればいいの、やっぱり。あ、みんなもだよ。なんか一言みたいな顔してるけど。はい、でこれは、和美は今自然体でやろうって頑張ったから、力をちょっと抜いてあーって言ったんだけど、で言ったらこう緊張の方に持ってくんじゃなくて、抑えて力が抜けたみたいな感じにして出したんだけど、体のことと頭のことが一緒に全くなってなくて、頭の方がびっくりしてるはず。よ。そしたら今まあまあこれ見てるからなんか見なくていい。そうそうそう、それで思ってるイメージはちょっと高いんだけど、出すと結構低いイメージなのよ。だから目線で見てるのよりも体重を感じるのって結構低い場所で感じるのね。目で、あこうだろうなあだろうなって見てるのと、体感で感じる、今日だから今日このネタね、体感で感じるっていうのが、その思ってるよりもやっぱり目の位置でみんな見てるから、体ってもっと下の方に重さを感じてるわけで、特に美穂なんか大きいから、こう経験ないから、このサイズになったことないんで私もちょっとわからないんだけど。ちょっとやってみて。なんかやってって言うと緊張してやるをやっちゃうからさ、もしかしたらあきちゃんも低い方がいい。ああ笑っちゃってるけど。ああ、でもあきちゃんこれは結構進歩してて、前はもう自分で自分に何かやらせるのコントロール効かなさすぎる塊みたいだったんだけど、今はまあなんていうの、音は合ってるわけじゃないけど、そのここにあなんかその音になることにみんな不自由がすごい多いっていうか、なんかだってさ、あって言ったらあって返せばいいしさ、あって言ったらあって出せばいいし、あってなるだけで、私の体は音になってるだけだから、全然なんかその音に何かするって時、なんか何か言ってとか何かやってって言われたら、緊張してどうしようかなみたいなのが入るじゃん。それがいらないのに、みんなはそれが入るのよ、その音出す前に。それをやらない方がいいのに、なんかその指令を出しちゃうわけ。なんか原因はそれを間違ったら困るとか、そういうことなのかもしれないけど、そのなんか自分の出した指令塔に、今のは出そうと思いました。で出たら、あーって出したかったんだけど、あーってちょっと高めに出ちゃったの。わかる？ やらせるが働いて、やらされて少し高くなっちゃった。でイメージしてたのはもうちょっと低い音なんだけど、頭の操作が高くなっちゃった。あーで今は目でやんないで下げてねって言ったから、下げた方をやって、下げた方を見てるような目で向こうを見てたけど、見てないのそれ。目と体の位置の高さが違うって分かって、で今だから出すのがどこだったか分かんないけど、あ見てるのがここだったとして、感じてるのがこことしようか、はい、そしたら高さ的にはこんだけ差があるわけ、はい、ここって見た時にはせーのあーってことだよね。せーのあーってことだよね。せーのあーそうあああ。
なんか言ってることがあるから、この目線で見てるのと高さが分かるところの場所に差があるから、差があるってことに気づいてほしいわけ。まあ、例えばじゃあここにドレミファソって書いてあるとして、せーのって言った時、ドはだから多分このくらい差があるはずなのよね。このくらい、まあ、人によって違うけどね。そのこの差みたいなことに、差があるっていうことを感じたいんじゃなくて、差はないっていうか、差はない、この体の一部がその場所であればいいわけじゃん。なんか言ってることわかるかな、なんか、まあ、全然わからないかもしれませんけどね。皆さんもぜひね、このわからない話を聞いていただいてありがとうございます。で、今そのあーって出した時に、あー、みんなももう一回やってみて。で、やったら、今小勢現象、小勢みたいな現象だけど、自分でイメージしてこの音だろうなと思ってると、自分が体で感じた場所が違うから、違うことを感じてね。あー。そう。今だったらみんな結構感じれてる。なんて言ったらいい、これなんて言ったらいいかな、なんかそのだからニュートラルにやることでさえだいぶそのニュートラルにしないとニュートラルにならないって感じだよね。だからなんかこうやらせるとかさ、やらされるがついてまっちゃうからさ、で単純にあーとかっていうだけでも、まあちょっとドレミレドだと歌かんないけど、なんかなんだろう、そのあーまた出すときに、まあ、いつも言ってる話で、その例えばあの歌うとね、あーって女性は大体こうファルセット入るのよ。男性もあれだけど、地声だけとかファルセットだけだったらこう変換しないんだけど、地声とファルセットってこう変化させなきゃいけないわけで、変化させるときに、切り替える作業をするんだけど、基本的には、ごまかせなんていうか、こう角度がガタガタにならない方がいいって印象があって、あーみたいな感じで、ここがちょっと曖昧になってるケースが多いわけで、曖昧になってることをするとガタガタしないから、もちろん上手になるかもしれないけど、もともと上手い人がそれをする分には構わないんだけど、もともと上手くない場合はそれをしてるうちは絶対良くならないというか、そのなんとなく悪くないにはなるんだけど、上手いにならないんだよ。で、上手いにするのはどうしてあるかというと、自分の感覚を知らなきゃいけないけど、だから私がどんなに偉そうなこと言っても自分が言われてることの感覚が分かんないとできないので、私はその自分の感覚に気づくって作業ばっかりやってるの、もう何時間も、もう毎週毎週そんなことばっかりやってるんだけど、でもそうするともちろん歌も上手くなるし、なんていうかな、人が聴いて楽しい歌にもなるんだけど、まず自分が自分のことに気づけるから、自分の本当にちょっと些細なことだけどさ、なんか自分で自分にやらせるとかさ、自分に自分にやらされるってことってあるじゃん。でそれをちょっとこう皆さんに気づいてもらいたいの。だからもちろん歌手になる方も必要なんだけど、自分の声を出して自分が把握してるってところの、どこを把握してどこを把握してないか、だから実際さっき最初にやったけど、もう始まってあーってやるとしたら、出しましたあーって出して後で確認しましたみたいな、あーぐらい、あーぐらいなのね。ちょっと私はもうちょっと早いんだけど、でそのあーってこう出した、確認した、出した、確認したみたいなところにちょっとだけ 0.0 コマ何秒ぐらいの秒差あるじゃん。この秒差のところで生活してる時に、なんかあって気がついたり、なんかさっきだって蝶々踏みそうになったの、あなた蝶々踏みそうになったのって、なんか蝶々がいたらしいの、出身もたまたまたまた心臓のやつをなんかあってなって踏まなかったらしいんだけど、なんかだってさ、ゴキブリが嫌いな人とかさ、ゴキブリでキャーとなるじゃん。でゴキブリは話しかけてこないんだけどね、話しかけてくるような気がするんだけどみたいな感じで、ちょっとした瞬間にもうなんかいろんなことがこうバッてイメージできることってあるじゃん。なのに普段の暮らしてる時にちょっと忘れてしまうみたいなことはないですかって思ってて、その今単純にね、あっていうことだから何の問題もないんだけど、あってやりたいだけなんだけど、この時にこのあって一個出るところの自分の感覚、自分がどこを感じてその音を出したかみたいなことに着目すると、自分のことが分かるから、自分で間違っちゃいけないとかじゃなくて、合ってなきゃダメずとかじゃなくて、どうやったかに着目したいの。このどうやったかに着目することがとっても大事で、まあ何を言ってんのかなって言われることも多いんだけど、もうとにかく私の YouTube 見てもらったらこんなことしかやってないから。でもこんなことやってると何が起こるかっていうと、自分のとっさの判断で失敗したり、とっさの判断で間違ったり、とっさの判断で何て言うかな、取り逃がしちゃったりすることがもしあるとしたら、こういう場面なんで、そこの場面を特にあのタイミングと音程、タイミングと音程じゃん。あーっていうだけよ。
タイミングと音程、せーの、あ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 、そしたら今もう一回出すときにイメージしたところで手を出してもらって、聞こえて確認したところを手を出してみてくれる。せー、あ、そうそうそう、あ、わかるかな。さっき最初にやったのと全く違うのよこれ。さっきはもうちょっといい加減だったと思うの。もうちょっといい加減っていうか、もっとアバウトだったと思うの。今って合ってるのは私の評価じゃないからね、みんなの自分自身の評価だからね。そしたらさ、合ってるわけよみんなが。なんか分かるかな、言ってることって。合わせなきゃいけないと思って合わせたんじゃないじゃん、自分に合わせたんじゃん。で、自分に合わせたら結果合うわけよ。なぜならみんな自分に適当に自分勝手にやってとかじゃなくてね、自分に合わせることが一番合うってことだよね。いくよ。あ、そうそうそう、あ、そうそうそう、もう一回、あ、そう。そしたら今あなので次いって言ってみてくれる。いい、もう一回、いい、そうそうそう。それで今あからいに発音が変わったんだけど、タイミング的には一緒なんだけど、あよりいいの方が小さい発音なので、ちょっと目指すところは少なくなるはずのところが、あって発音した大きさと、いいって言って発音した大きさは、サイズが大きさは違うんだけど重さはあんまり変わんないので、あは外にこう気化する音なんだけど、いいっていうのはまあ小さくある音。そしたらあって言ったのと、いいってやったのは、大きさはね、あんまり大きさというか重さはあんまり変わってないのを感じてくれる。あ、いいって言ってくれる。あ、いい、そう。ただあって持ってったのよりも、いいって方が低差的にはなったと思う。これはね、大きさはあの方が大きいです。で、いいの方が小さいんです、この大きさは。ところが重さって理解してくれる。あ、いい、あんまり変わんないから。せー、あ、いい、そう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 、みたいな。このちょっとした発音にサイズ感があるわけ。あいうえお全部あるから、あ、いうえおってやってくれる。あ、いうえお、そう。この母音のあいうえおでだいぶサイズが違うのよ。今日はちょっとこっちのネタじゃなかったから、これちょっとしかありませんけど、あ、い、大きさは違います。だからあっていうのと、いっていうのは変わります。でも重さにしたためると、あ、いってあんまり変わらないので、うになるとまたこのうって、いよりうの方が大きさちょっと大きくなるんだけど、いうってなった時に場所的にはちょっと下がるの。なぜか、重さが重くなってるから。で、えになった時はまたさらにこれ下がるんだけど、あの重さが重くなってるっていうのもあるんだけど、ちょっと長さができることで不安定なポジションなので、おになるとサイズは大きいんだけど重たいので下にぐんと下がってくるの。わかるか。あ、い、う、え、お。で、母音はこの5個の組み合わせだから、なんか歌の時にその変化、変動、例えば、あ、あって2回言うのと、あ、いってやることが変わってくるわけじゃない。で、その時に、あの、歌の話をずっとしてますけど、私はこの発音のサイズとか、あと音の変換の仕方みたいなことが分かってくると、それが最終的に抑揚とかっていうのを感情論で歌を歌うんじゃなくて、形状としてそういうふうに理解するとできるよっていう話をしてるので、もう本当にあとかいいとか、でも今日はね、あいうえおに言っただけまだ全然マシでね。あと、いの違いは、まあ、普段ちょっとやってるけど、今日はその自分が声を出そうと思って出すイメージと、自分がそれを確認する場所を確認してねっていうふうに言ったじゃん。で、それがこれなわけだから、逆に言うとね、あだけでやると難しいかもしれないね。何やってるのかよく分かんなかったりするから。ただ母音5個しかないんで、まあ、日本語だったらね、日本語だけじゃないけど他の言語もね、音ってやっぱりそういうふうにできてるから、自分がどういう順列でどういうふうに出してるかみたいなことを確認すると、そういう歌がうまくなりますんで、あの今日もそういうことをやっていて、いつも何をやってるのかっていうふうに言われたり、人格否定とかしてないんですけど、なんかどういうふうに感じるか、どういうふうに考えるかっていう考え方がどうしてもこれに出るっていう事実で、あとは出るんだよねって人見て、ああなんかあの人こうだって言って笑ってるのも楽しいけど、自分でおー自分バカだったみたいなことが結構分かって、これはこれでなんか癖が直せない人とか、こういう習慣をなんかこうしたいのにできないとかいう人がもしいたら、それは本当
よりそうしたいと思ってたらなってるけど、できてないからなってないの。だからもし本当にそうしたいっていう気持ちでいつかこうなるっていうのをね、夢に描くことも素敵なんだけど、変えていこう、もうこれで変えていこうね。ダイエットをするのもね、じゃあダイエットもね、明日痩せようとかね、ちょっと何日までに痩せ、今年の夏はビキニを着るとかでやってたものね、でもね、もう今から変えないと変わんない、うん、だから食べなきゃ痩せるけど、それはダメだから、食べないまんまで痩せても、だからやっぱ健康的に言うと健康もちょっと難しいんだけどね。でその時の意識とか、意思が固いとかさ、固くないとかあるじゃない。それって意思もあるよ、もちろんすごい力の意思もあるけど、でも現実的にこうした方がいいが分かればやるから絶対ね。なんでダイエットのネタになってるのかよく分かんないけどね。この間どうも顔が腫れてるなと思ったらね、太ってたまあそれは置いといて、だから自分の気持ちがどうしたいか、どういう風にあるかっていうのは、その発音してみた時に自分がイメージしたものとか思ったものとイメージがだいぶ違うっていうのがあるのね。でここを確認する、私はきっかけのレッスンをやっているので、皆さんはこういったことばっかりやってて、あの人は何をやってんだろうなとかね、まあそれ思われるかと思うんですけども、あって出す一つでも、音の高さとタイミングを揃えることでも自分でどうやってるかって自分で分かることが結構あるので、皆さんも今日はこのあっていうタイミングを自分でやってみて、一人で部屋でやってたらお母さんが何やってるのかなって見る人もいるかもしれないんですけど、自分でやってる感覚、自分の出そうと思ってるタイミング、それから音程、そして自分の声、あと人に対する見方、いろんなことが分かるので、今日はこれを確認してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも面白いなと思ったら高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いします。チーズボイスレッスンでした。見てくれてありがとう。